This next fight is a mixed martial arts rules fight consisting of 3 5-minute rounds. Introducing first the fighter standing in the blue corner. This man is a judo and sambo fighting expert and a former Pride heavyweight champion. Standing 182 centimeters, 5 feet 11 inches tall. Weighing in at 106 kilograms, 233 pounds. Fighting out of Russia, representing the Red Devil Fighting Team. Please welcome Emelianenko Fyodor! 世界最強、氷の拳を持つ男、エメリアエンコ・ヒョードル。 And his opponent, standing across the ring in the red corner. This man is a wrestler and a former IWGP Heavyweight Champion. Standing 183 centimeters, 6 feet tall. Weighing at 102 kilos, 225 pounds.Fighting out of Japan and representing New Japan Pro Wrestling, please welcome Yuji Nagata! プロレスラーとして見せられるもの、それはここに立つ勇気、永田裕二。さあ、2年前の屈辱、その借りを返すことができるか永田裕二。この猪木ボンバイエのリングに帰ってきました。猪木ボンバイエ総合ルール5分3ラウンド引き分けはありません。さてまず高山さん、永田の IWGP 柔道防衛を止めたのは高山さんです。改めてこのリングに向かう永田の気持ちを表現してみてください。そうね、本当にもう2年前の屈辱をね、なんとか払拭してまたあのベルトを巻きたいんだろうね。そのきっかけを作りたいんじゃないかと思います。そうですね。ただその壁はあまりにも高い。世界最強エメリアエンコ・ヒョードル、プロレスラーとして永田裕二が向かいます。さあ未知なるこの戦い、エメリアエンコ・ヒョードルとの総合ルールでの戦いになりました。組み合っています。さあパンチでこの距離を取りました。打撃に行くよりもですね、今みたいな差し合いで、足を取りに行ってレスリングに行った方がいいかもしれないですね。まあ、永田のそのバックローはまずレスリングですからね。一番その、付き合わないですね。そうですね。あの三歩柔道で鍛えたヒョードルですけれど、パンチが多いですからね、たくさんね。大きくアーダー、パンチが伸びた。さあ、上になってる。動いた方がいいですよ。さあ、ガードしますか。足を捉えられています。おっと。そのまま引き出す結果、あるいはかかとを決めるのか。さあ距離が離れました。さあヒョードルが追ってきた。ヒョードルが追ってきた。中田は逃げない。差し合いですね。差し合いで、差し合いの方がいいですね。ここでまず胸を合わせて、隙間を取ります。どうだ、このマッチは正面にやったらダメですね。そうですね。あーくんは防戦一方、そして上からパンチ、氷の拳が下ろしてくる。止めて、止めた、止めた、止めた。永田またしても夢破れた。世界最強の壁はあまりにも高い。表情は全く変わりません。エメリアエンコ・ヒョードル、汗一つかかず涼しげに年越しとなりました。ヒョードルです。そしてまたしても無念の永田裕二、2年前のミルコ戦の敗戦、その鍵を返すことはできませんでした。印象としてはあのミルコ戦も21秒でした。今回もちょっと短い、あっという間という印象があるんですが、やっぱなんかなんだろう、変に焦ってるんじゃないかなって気がして。焦ってる、パンチ出したりね、あと船木さんに差し合いがいいんだけど、差し合いの時ももうヒョードルの方が常に相手の顎を上げて、自分の頭をつけてたでしょ、そういうレスリングの基本的なことも忘れちゃったんじゃないかなっていう、そんな印象があるんだな。そうですね、船木さん、もともと永田はレスリング、しかもグレコローマンで、あの差し合いは得意なはずですよね。ですからやっぱりあのこのルール自体に、なんかその特別な意識を持ちすぎてるような気がしますんで、まずあのやっぱりルールっていうか、そのスタイルになんかもうプレッシャー感じているのかもしれないですね。あ、そうですか。最後もやっぱりもっと動こうと思えば多分動けると思うんですけども、体がその硬直してしまう、なんかそういうなんか気持ちの問題だと思います。そうですね。あの倒れてから防戦一方になってしまっては、やはり見てる印象もね、どうしても良くないですし。そうですね。体も強いもの持ってますから、絶対にあのなんとかできるはずなんですよ、やっぱり意識の問題だけだと思います。あの2年前ミルコのハイキック一発で沈んでしまったその永田、雪辱を果たすべく猪木の作ったこのリングに向かいましたが、またしてもその借りは今年完済することはできませんでした。
今ジョシュ・バーネットがその声をかけます。今一度プロレスラーとしてこのリングに立つことに我々は強い勇気を与えられましたが、しかし永田がこのリングで世界最強の男を倒すという結果は残せませんでした。改めてあまりにも強すぎるこのエメヤエンコ・ヒョードル、その実力を見せつけられました。スロー VTR ですが、この今下からのパンチでちょっとぐらついて、船木さん、ここから得意の体勢持っていければよかったでしょうね。タックルとか片足タックルとかで持ち上げたりとかして、はい、できれば上になってほしかったですね。そうですね、どうしてもこのパンチを恐れ胸を合わせてもなかなか自分のスタイルに持っていきませんでした。こうなっちゃったね。そうですね、その青いタイツに描かれましたライオンマークが泣いています。永田裕二、2年前の雪辱を果たすことはできませんでした。いや、このエメリア・エンコ・ヒョードルのあまりの強さが光りました。